こちらは昨日未明の広島市中心部中区の八軒堀通りです。暴風を伴った激しい雨が降り、物が飛ばされています。広島市中区では最大瞬間風速 25.9 メートルを観測。台風14号から変わった低気圧から伸びる寒冷前線が通過したため、一時的に激しい雷雨や暴風となったところがありました。ただこれが今年の猛烈な残暑の終わりを告げる荒れた天気となりました。午前9時過ぎの広島市中区です。空には雲はあまりなく、空気はカラッとした印象です。街の温度計は24度を指しています。今朝の最低気温は広島市中区で22度となったほか、神石高原町雪で 14.6 度、庄原市で 15.5 度などを観測。これでも平年に比べると2度から3度高い気温ですが、先週と比べると9度も低い地点もありました。県内を覆っていた真夏の熱帯の空気から一転、秋雨前線が日本の南岸まで下がったことで、北からの秋の乾いた空気が入ってきたため、ようやく秋らしい朝の気温となりました。今までよりかそれはだいぶは涼しいけど、ただ日傘、今日の長袖の感覚としてはどうですか、過ごしやすい？すごいちょうどいいぐらいです、はい。今週県内では35度以上となるような猛烈な残暑はさすがにありませんが、週末にかけて昼間は30度以上の真夏日が多くなる予想です。平年のこの時期に比べると気温がかなり高い傾向は10月初めにかけて続きそうです。